シードでも月収100万円を超える、まあ、月をですね、どうやってシンプルにいくかっていう考えをですね、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ考え方ですよね。あの月に100万円稼ぐって、あの昔から考えるともう絶対無理だなと思ってたんですよ。自分自身ももうイメージ湧かないじゃないですか。でもイメージ湧かないとそれってやっぱり実現できないじゃないですか。やっぱり人っていうのは思ったこと、イメージできることっていうのを再現できるわけなので、じゃあそれがどうやったら再現できるかっていうのをですね、今めちゃくちゃシンプルにまとめたので、あのサクッて話して、その再現性っていうところであったりとか、イメージをですね湧くような感じの動画をですねちょっと撮っていこうかなと思うので、だから僕昔の自分に見せたかった動画って感じですかね。昔の自分に見せれば、全然100万円ぐらい月に稼ぐのって、あ、こんなに簡単なんだなって思うぐらいの、まあ、動画になるのかなって感じなんですよ。だからイメージできるか、できているかできてないかっていうことがめちゃくちゃ大事なので、できるためにちょっと動画を撮ろうかなっていう感じですね。でまずですね、最初に必要なことっていうのが、自分自身が成功体験を得るってことなんですよ。自分自身が成功体験を得る、あの例えば自分が成功体験を得るには、その前に必要なことがインプット、アウトプットになるので、インプットっていうのはもう勉強ですね。とにかく勉強、ビジネスの勉強をする、あのいろんな人の YouTube を聞くとか本を読むとか、とにかくインプットがまず土台にないと、やっぱり100万稼ぐことって無理だと思うんですよ。でインプットしたら次にアウトプットするんですよね。アウトプットしてチャレンジしまくるんですよ。どのジャンルでもいいです、はっきり言って。インスタでも物販でも YouTube でも何でもいいんですよ。あの何でかっていうと、あの当たんないですよ、最初からやっても。一発目から収益出ました、一発目からあの月収10万円超えましたなんてほぼほぼないので、10個やってようやく1個2個当たるぐらいの世界なんですよ。なのでとにかくチャレンジしまくって、まずは成功体験を得ましょうってことなんですよ。まあ理想としては5万円以上ぐらいの成功体験があれば全然いいのかなって感じですね。月に5万円ぐらいの成功体験、別に何でもいいです、ジャンルは何でも OK ですね。さっき言ったようにブログ、 YouTube、 アフィリエイト、 AI 系ですね、電子書籍でもいいし、 YouTube でも何でもいいんですよ。物販、まあ、輸入でも輸出でも有在庫でも無在庫でもメルカリでも eBay でも本当何でもいいんですよ。この辺ってあのしっかりと自分自身が成功体験っていうのを、まあ、5万円ぐらい以上ですね出ればいいかなって感じですね。はっきり5万円出ちゃえば、あとは自分の作業量とか努力次第で、あの10万20万っていけるじゃないですか、掛け算すればいいだけなので。そうだから別にお金でもいいし集客でもいいんですよ。例えばインスタのアカウント1万人になりましたとか、ツイッターのアカウント1万人になりましたとか、あとクライアントワークとか、なんか動画編集でこういったやり方であの案件を獲得すれば、まあ、5万円ぐらい月に稼げるよねとか、あの10万円ぐらいいくよねとか、そういったものもいいんですよ。例えば今だったらウェブライターとかあるじゃないですか。そういったものを AI 使って、ツール使ってあの案件獲得するとか、あの動画編集とかだったらブリューとか使って自動でですね、あの動画作って文字起こしとか自動でして案件獲得するとか、いろいろあると思うんですよ。だからそ あのジャンルは別に何でもよくって、しっかりと成功体験っていうのを自分自身が5万円以上得るってことがめちゃくちゃまずは大事なんですよ。そう、これマジ大事ですね。でこれはステップ1で、ステップ2っていうのが、まあステップ1、まあ、補足すると、まあ、オンラインの環境でできることです。何かっていうと、オフラインっていうのは自分自身が働く、時給で働く、例えばお店に出勤するとか、なんか工場で働くとか、なんか運転手をするとかって、できる人とできない人っていうのは分かれますよね。でもオンラインの環境だったら、基本的にインターネットがつないでパソコンがあれば誰でもチャレンジできるんですよ。だからオンラインの環境での成功体験を得るってこと、理由っていうのは誰でもチャレンジすることができるから。動画作成、ブログの作成、物販、これ誰でもできますよね。でもトラックの運転手さん、コンビニでのバイトとか、なんか自分があの動かないとできない仕事、イコールオフラインの仕事、これはその人しかできない可能性ってありますよね。免許があったりとか、時間帯の融通であったりとか、働く場所であったりとか。なので何でもいいから、オフラインの環境じゃなくってオンラインの環境で成功体験を得るってことがめちゃくちゃ大事なんですよ。はい、でこれがまず第1ステップで、第2ステップっていうのはそれを発信するっていうことです。
発信っていうのは今インターネットっていうのを使えるわけなんですよ。昔っていうのはメディアっていうのは基本テレビ、新聞、あとはラジオ、三大マスメディアっていうのがテレビ、新聞、ラジオ、イコールそれっていうのは芸能人だったりとか著名人でしか発信ができなかったんですよ。個人でも発信できるんですけど、CM で1本1000万かかったりとか、新聞、ラジオであったりとかっていうのも限られた人間でしか発信は許されなかった時代だったわけで、で今っていうのは数年前だったりから誰でもこう気軽にメディアっていうのを持てる時代になったんですよ。例えばテレビの局ですね、テレビ局っていうのを持てるようになったんですよ。簡単に言うと、YouTube で自分のチャンネルを作ればある意味テレビ局になるわけなので、別にそれはですね、インスタでも Twitter でもよくって、誰でも一対多ができるようになったんですよ。今までのそのインターネットがない時代のオフラインの営業っていうのは、例えば飛び込み営業とか、1対1ですよね。例えば佐藤さん家の家に行きますって1対1の営業、保険の営業も1対1、テレアポなんて1対1ですよね。電話かけて1対1。なので商談とかも基本1対1。ほとんどは数年前とか数十年前は1対1だったんですよ。その情報であったりとか、その営業っていうのが。で、今は1対多なんですよ。1対無限大なんですよ。1個発信すれば、世界中の人たち、日本中の人たちにアプローチできる世界に変わったんですよ、今。だからインフルエンサーっていうのが生まれたわけなんですね。YouTuber であったりとか、インスタグラマーであったりとか、ブロガーであったりとか、一体多ができるからインフルエンサーが生まれたんですよ、世の中に。だからそのインフルエンサーたちはえぐいぐらい稼いでるじゃないですか。それはなんでえぐいぐらい稼いでるかっていうと、一体多の情報っていうのを自分でメディアを持てるから、そこに自分の商品だったりとか広告とか、その人にブランディングがついて、そこに大きなお金が発生してるっていうことなので、昔と今っていうのはそういったところで違うんですね。まず人、個人でもメディアが持てる。1対1の戦いではなくて、1対無限大の戦いができるようになる。で、そこに対してのメディアを持つための費用であったりとか経費っていうのは0円からスタートできる。だからこそインターネット、オンラインがある、あればオンラインの環境さえあればでもあれば誰でもチャレンジできるからこそ、自分自身がオンラインの環境でまずは自分自身が成功する、成功体験を得るってことがまずすごい大事なんですね。そう。なので、Twitter、インスタ、YouTube とかいろいろあるんですけども、はっきり言って YouTube が圧倒的最強です。もうはっきり言って YouTube だけやってれば OK です。これは何でかっていうと、圧倒的に YouTube がコスパいいんですよ。マジで Twitter とかでインスタとかで物を売るとかって考えるよりも、絶対 YouTube でやった方がいいですよ。これ前お猿さんとかも言ってるんですけど、他のいろんな SNS を、まばらにやるぐらいだったら YouTube 一本だけ特化してやれって言ってるぐらいに YouTube が最強なんですよ。なんでかっていうと、まず YouTube で教育できるんですよ。まず Twitter であれば基本的に140文字で文字を書く作業であったりとか、インスタであったりとか写真をパッて載せるぐらいじゃないですか。でも YouTube っていうのは人のその本人の声であったりとか肉声であったりとか、その人が作ったなんかファイルであったりとかシートっていうか、なんかそういったなんかスライドとかであったりとか動画であったりとか、顔を出す人もいれば自分が喋ってる姿を見せる人もいるじゃないですか。圧倒的に安心度が違う、安心度があるのって YouTube だって、圧倒的に情報の量が入ってくるのって YouTube なんですよ。要は Twitter の140文字と YouTube 動画10分、インスタの、1つの投稿でフィード投稿で10枚写真を入れた投稿を1つと YouTube の動画10分。これどう考えても YouTube の動画10分の方が圧倒的に何百倍も何千倍も情報っていうのが入ってくるんですよ、YouTube の方が。そう。だからコイン濃くなるんですよ、どん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 。一番濃いんですよ、YouTube っていうのが。その情報であったりとか、その親密度であったりとか、その人の信頼度、安心度っていうのが圧倒的濃いんですよ、YouTube っていうのが。なので、YouTube が最強なんですよ。インスタもやろう、Twitter もやろう、YouTube もやろう、ラジオもやろう、本も書いてみよう、広告も出してみようっていう人もいると思うんですけど、ほとんど僕もそういったことやってたんですけど、いろんなことやって、全然うまくいかないタイプなんですけど、はっきり言って YouTube だけ特化していれば全然 OK なんですよ。これはもうマジでそうです。で、YouTube が最強ですね、とにかく。やるんだったら。てか YouTube だけで OK。もはや YouTube だけで OK。で、そこで受け皿を用意するんですよ、ちゃんと。要はコンタクトされないと意味がないじゃないですか。
興味持った人にコンタクトされないと意味がないので、それは受け皿を用意するんですよ。イコール LINE 公式アカウントでいいんですよ。今だったら例えば LINE 公式アカウントって今無料でフリープランで使えるのもあるんですけど、メルマガだとやっぱりマイスピーとかですね、そのメルマガ配信スタンドっていうのを契約するんですけど、月間3000円ぐらいかかるんですよ。だから最初はとりあえず、LINE 公式アカウント無料で持てるので、LINE 公式アカウントでいいかなって感じですね。で、しっかりと受け皿を用意するっていうことをですね。で、もし受け皿に用意するときに LINE を登録するっていうと、普通の人から考えてくるとハードルがあるんですよ。もう LINE 登録してもなんかめんどくさいなとか、商品売られそうだなって思うじゃないですか。でもそのハードルを乗り越えるためにいろんな人の情報発信してる人を見てください。 LINE 登録すれば、例えば限定動画をプレゼントしますよとか、なんかこのシートをプレゼントしますとか、このファイルプレゼントしますとか、そういった形で必ずこちらからギブするんですよ。ギブ、これがプレゼントするんですよ。そうしないとギブしたからこそそこで LINE でつながれるってことがあるので、しっかりと LINE を登録するための意味っていうのを作らなきゃダメなんですよ、発信者側は。だから例えば、そうですね、物販やってる人だったらサクサク価格差が出る商品の見つけ方は10選、まあ、10個を自分で見つけたのでそれのシートを渡しますとか、あ、これギブしてるじゃないですか、あ、じゃあちょっと LINE やってみようかなとか登録してみようかなってなるじゃないですか。そうだから、こちらから絶対にギブしないといけないわけなんですよ。てか YouTube もギブじゃないですか。だってこっちなんて基本的に YouTube で情報を無料で発信してるのと一緒だと思うんですよ。てかこれはギブしてるのと一緒なんですよ。そうだからこそ、そのギブがめちゃめちゃ強い人っていうのがやっぱり両学長とかすごいじゃないですか。めちゃくちゃギブしてるじゃないですか。あんなに毎日やってくれて有益なことを話してくれたりとか。そうだから最終的にそのリターンとして返ってきてると思うんですよ、お金とかも。あと信頼であったりとか、っていうのもあると思うんですよね。そうなので、とりあえず、受け皿を用意しましょうと。その時にですね、やっぱり登録する意味っていうのを考えてください。なんで私はこの LINE に登録するんだと、LINE に登録して何か得はあるのかということだからこそ、何かプレゼントを用意してあげてください。それはですね、いろんな人の情報発信してプレゼント用意してない人っていないと思うんですよ。例えばインスタのやり方を教えますとか、なんかね、集客のやり方を教えますとか、いろいろいると思うんですよ。物販とか、YouTube とか、アフィリエイトでもそうだと思うんですけど、みんながみんな、もうほとんどの方が、稼いでる人ほとんどの方が、ちゃんとプレゼントを用意してると思うんですよ。これが登録するための意味になるわけなんですね。そう。だから、ちゃんと意味を持たせてあげてください。もし、公式アカウントでどんどん集客していきたいのであれば。そう。なので、ここで言うと、簡単な流れで言うと、YouTube でまずは情報発信。で、その後に LINE ですよね。で、その後は無料 Zoom とかがいいですかね。っていうか、こちらが、有益な情報であったりとか、情報の内容が良ければ、視聴者の方からコンタクトが来るんですよ。要は僕なんて1回も営業したことないんですよ。1回も営業したことないのにコンタクトが来るような形になってるんですよ。それは何かというと、僕自身で毎日でもないんですけど、しょっちゅうですね、 YouTube を無料で出して、これもある意味ギブしてる状態と一緒なんですよ。だって YouTube の広告案件なんて月に5000円とかですよ。YouTube AdSense の費用なんて。で、動画の分数でいうと月に何十時間も喋ってるわけなので、やっぱり時給に換算したら全然低いわけじゃないですか。だからプロフェッサーはある意味ギブしてる状態と一緒なんですよ。そうだから、それでもしコンサルとか情報とか、コンサルとか何かコンテンツ販売とかで稼ぎたいっていう人は、とにかくこっちが圧倒的ギブしないと意味がないんですよ。圧倒的ギブした先に、その視聴者の方であったりとか、受信ですよね、インバウンドの状態でその連絡が来る状態にするのが、これが最強なんですよ。要は営業の中でも、営業っていうのは基本的に押し売りっていうイメージで誰でもあると思うんですよ。押して売るみたいな、ではなくって、押さずに売れる営業っていうのが最強なんですよ。営業しない営業っていうのが最強なんですよ。そうだから、それはなんで営業しない営業が成り立つかっていうと、最初からギブをしているからなんですよ。
だからその世の中っていうのは基本的に営業しない営業で売れてる会社っていうのが最強なんですよ。なんでかっていうと広告費も使わないし人件費も使わないし経費使わないからなんですよ。圧倒的な利益率が一番高いのが営業しない営業なんですよ。だからここを目指せる方がマジで最強になれると思いますね。そうになるので、まずは営業しない営業っていうのを考えましょうと。それをするためにどうやってやっていくかっていう動線だったりとか組み立てを自分でしていくってこと。その時にバックエンド商品はやっぱり用意しないとそもそも稼げないんですよ。例えば半年コンサルで30万円とかで、これですね、半年でコンサル30万円とか結構高えって思う人いると思うんですけど、これ僕なんて50万払って1円も稼げないことがありますし、それぐらい世の中のコンサルであったりとか情報っていうのは超難しいですよ。これ本当にいろんな人いると思うんですよ。いろんなコンサルとかいろんなジャンルがあると思うんで、逆に赤字になっちゃいましたとか、例えば FX とかの自動売買ツールを、本当に100万円ぐらいで買って、でお金も入れて、お金も全部溶けて借金200万になりましたとか、例えば YouTube のコンサル入って、何十万も払って稼げなかったりとか、例えば物販だったらツール使うコンサルに入って月にツール費用が3万円とか4万円かかって、それが回収できないから逆に赤字になっちゃいましたとか、いろんな人がいると思うんですよ。要は1円でも稼げないコンサルっていうのが腐るほどあるんですよ、世の中に。1円でも稼げないコンサルであったりとかスクールであったりとか情報っていうのはめちゃくちゃ腐るほどあるんですよ。これは体験した方ってめちゃくちゃいると思います。これ聞いてる方でも、僕も何回も体験しましたし、例えば5万円とかでも、そういう小さい商品でもあると思うんですよ。3万円でも5万円でも1万円でもあると思うんですけども、そういった商品買っても1円でも稼げなかった経験というのは誰でもあると思うんですよ。自己投資してる人であれば。だからそれぐらいその稼ぐことって実は難しいことであったりとか大変なことなんですよ。でも例えばこれ考え方を変えてほしいんですけど、例えば半年コンサル50、30万円とかだとしても、ここで大事なのがこれなんですよ。収益化、0から1が発生する再現性っていうのが大事なんですよ。例えば物販でもアフィリでも YouTube でもいいんですけど、月に1万でも2万円でも稼げれば、やめない限り絶対にいずれ元取れるじゃないですか。30万円とかの要は元取れれば、ある意味その情報であったりとかスクールコンサルっていうのはタダで教えてもらったものに変わるんですよ。だって元取れてるので。だからこそウィンウィンになってますよね。だから情報発信する側とか誰かに何かをレクチャーする人っていうのはウィンウィンにならなきゃダメなんですよ。っていうことは、ウィンウィンになるために必要なことっていうのは、やっぱりハードル低い再現性なんですよ。このハードルが低い再現性さえ自分が持っていれば、あとは自分自身でそれを情報発信して、それで1万円でも2万円でも5万円でも10万円でも稼げる人を増やしていけば、はっきり言って月収100万円とか稼げることって本当に簡単なんですよ。そうだって月に3万円でも稼げれば、で30万円のコンサルだったら辞めなければ1年間で元取れちゃうじゃないですか。でそれが2年間3年間続いたらプラス損益分岐点プラスになるじゃないですか。プラスマイナスプラスになるんですよ。それってある意味ただでその情報が手に入って、ただで知識もついて、ただで経験もついてに変わるわけなんですよ。そう、ここに持っていくことが一番大事だと思ってるんですよ。だから僕もやっぱり再現性だったりとかそういったことを一番意識しますね。本当に月に5000円でも1万円でも、それを0から1達成すれば、あとは努力次第で 1×5 は5だし、 1×10 は10じゃないですか。でも再現性が0だったら 0×1 は0なんですよ。 0×5 は0なんですよ。 0×10 は0なんですよ。でこれ 0×10 は0なくせに、そこに毎日ツール費用であったりとか、そういった何か別途費用がかかったりとか、外注さんがいない、動かないとか、広告費が月に5万円かけないともう売り上げ立てないよとかっていうのがめちゃくちゃこの世の中に腐るほどあるんですよ。っていうことを考えると、 0×5 は0なくせに、そこからマイナス5が発生するとかっていうのがめちゃくちゃあるんですよ、この世の中って。そうだから基本的な僕の考えでは、やっぱり外的要因ができる限り0、限りなく0に近いことをやった方がいいってことをいつも言うんですよ。例えばツールもできる限りない方がいいし、外注さんもできる限りいない方がいいし、もちろん利益が出てればいいんですけど、あと広告費ですね、広告費もできる限り0がいいし、
そうだからこそ再現性が高くなるわけじゃないですか。そうなのでここで大事なのが収益が0から1が発生する再現性ですね。でここをクリアすれば教える価値あり、要はコンサルとかスクールとか教える価値ありかなっていう感じはしますよね。であとは例えば月に3人でそれでまあこれでもしやったらどうしたらそこで90万円じゃないですか。で他の収入源合わせて100万円超える月とかできるんですよ。じゃあここなんで月に3人教えられるのってなったら、例えばじゃあこの LINE の公式アカウントに20人その興味ある人が増えましたと、20という数になりましたと、じゃあその一斉送信できるんですよ LINE とかで。じゃあ今月初めてコンサルもしやりたい人いれば無料でズームしますよって、そこでもし6人ぐらいズームして、じゃあそこで半分の人がやりたいってなって、でもしそこで単価30万円だったらもう90万円の売り上げじゃないですか、その単月で。イコール月に100万円稼ぐっていうのはこれだけシンプルで考えるとこういった形でいくことって可能なんですよ。これがもう本当にシンプルで今考えついたやり方なんです。まあもちろんその他に自分がプレイヤーとして物販であるとかアフィリであるとかいろいろあると思うんですけども、やっぱり一番最強っていうのが一番最強であって、一番マーケティングとしてはやっぱりリストマーケティングっていうのは最強ですね。それは何でかというと自分のブランディング力だったりとか自分の影響力であったりとか、やっぱり例えば Google とかに影響されないじゃないですか。 YouTube とかアフィリエイトだったら SEO とか影響されないじゃないですか。そうこの影響されないところに行ってるのがブランディングであったりとかマーケティングになるわけなんですよ。そうになるので、まあ、一度でもですね、なんでこう月収100万円超えられる月が出るかっていう人であったりとか、一度でもいいかな、人生で一度でもいいかな月収100万円超えてみたいっていう人にそのイメージ湧くんじゃないのかなっていう動画になったのかなと思います。で月収100万円例えば稼げれば、次に月収100万円稼いだことがある人ってなれるんですよ。これも一つのブランディングになりますよね。じゃあその自分が月収100万円を稼いだ流れであったりとか、その動線っていうのを人にまた教えることができるじゃないですか。例えばそれをコンテンツにまとめて、まあ、例えばココナラとかノートで、まあ、9800円でもいいし別に2万円でもいいし、再現性があれば勉強になることがあれば別にそれってコンテンツにまとめて販売してもいいと思うんですよ。ブレインとかティップスとかいろいろあると思うので、こうやってどんどん自分ができることであったりとか、自分のコンテンツ、自分の影響力、自分の収入源、収入の柱っていうのが増やしていく。で自分が有名になれば有名になるほど単価っていうのも増えてきますよね。無名な人よりも有名な人の方が単価って大きくなると思うんですよ。だから単価も徐々に増えていくってことを考えると、やっぱりこれが一番ですね、まあシンプルなロードマップかなっていうのは思いますね。にはなるので、まあちょっと今フリートークですごいさらっと喋ったんですけど、参考にしてみてください。まあ僕がですね、例えば、まあ、ビジネスの、まあ、美文字も知らない時にですね、聞いておきたかった内容になるなって、あ、こういう意味なんだみたいな。なんでこういう、この人は無料で LINE 登録するとこういうプレゼントをくれるのかなとか、そう。なんで YouTube ってみんな稼げる言うけど、なんで YouTube でいいんだろうなとか、なんでインスタと Twitter とかってその難しいんだろうなとか、いろいろあると思うので、まあちょっとですね参考にしてみてください。まあよかったらですねチャンネル登録とかいいねとか、まあよかった部分とかあればコメントとかですね残していただければ嬉しいので、よろしくお願いいたします。